ヒントは RICUL に花の裏、そして終わりは始まり。多分ひっくり返して読んでみろってことよね。あの言葉をお尻から読めば。LUCIR、 裏の花を調べるがよいよ。なるほどな。ボースでルシエルといや、この工房のことに間違いね。うん、カードにあった通り花もあることだし、とにかく調べ。よっしゃ、どうやら正解だ。うん、早速見てみるわね。第二の鍵は次なる呪文FTHKC2E。 決して忘れることなかれ。真実を見る者は常に一歩先んじる。うん、この次のヒントの FTHKC2E って何？本気で意味不明なんですけど。これもさっきと同じで何か読み方があるはずよ。常に一歩先んじるって言葉がきっと。まあとにかく街の中を調べてみるしかないわね。そうすれば何かつかめるかもしれないし。ああ、じっと座って考え込んでも仕方がない。さっさと行くとしよう。そうね、行きましょう。鍵を求めるならば、捧げもたれし棺を改めよう。どうやら正解だったみたいね。 FTHKC2E を一文字ずつ進めれば GUILD3F。三階って意味になるわけね。まあ謎が解けたのはいいんだ。まさかギルドの中に仕掛けられてるって。まったく舐めた真似をしやがる。次に奴に会ったらしっかり礼をさせてもらおうぜ。うん、そうしてやらないとね。で、次のヒントは捧げもたれし棺か。多分何かの例えだと思うけど。そう考えて間違いないわよね。だって本物の棺。おっと、では早速
その棺とやらの正体を確かめに行くとする。潜り込んで調べるにはちょっと隙間が狭すぎるかもな。確かに。このコンテナは絶対怪しいと思う。こら、何してやる。おめえら機械をいじってやがったな。一体どういうつもりだ。いじってなんかないわ。ただちょっと調べたいことがあっただけよ。はあ、調べたいことなあ。俺たちはこういうものでな。おお、なんだ遊撃士さんか。事件の調査でもしてたのか。まさにその最中よ。あっと、そうだ、おじさんってこの機械を動かせるの？ああ、もちろんできるぜ。なんだ、動かしてほしいのか。うん、実はコンテナの底を調べなきゃいけないの。下から覗けるぐらい高く持ち上げてもらえる？ああ、お安い御用だぜ。よし、そんなら。よし、そんなら行くぜ。よし、ロックしたぜ。もうコンテナの下に入ってくれて大丈夫だ。うん、了解よ。早速調べてみるわ。よし、 ありがとうおじさん。もう済んだわよ。おい、それじゃあコンテナを下ろすぞ。どうやら探し物は。ご助力感謝するぞ。気にすんなよ。まあ、何の捜査だか知らねえが、きっちり解決してくれよ。そいじゃ、俺は仕事に戻る。うん、ありがとね。思わぬところから助けが現れてくれたわね。うん、それでは仕事を続けるとしようか。うん、早速カードを確認してみましょう。すでに扉は開かれた。求めし虚栄の証は目。どうやらもう一息みたいね。そのようだな。次の手がかりは女神の言葉か。町の中で女神って言えば場所は決まってくるわよね。そういうことになるな。すぐに行って調べてみるとしようぜ。うん。
にしてもごっつい勲章ね。お国柄だろうな。概して帝国には重厚頂戴を好む風がある。なるほど、国民性の違いってやつね。まあでも考えてみればこれくらいの迫力は必要かも。だってこれをつける言えてるぜ。あのおっさんの顔も負けず劣らずごついからな。今は余計にそう見えるかもしれんな。今回の事件のせいでイライラも募っているようだ。あっと、そういえばそうね。それじゃすぐに届けてあげるとしますか。それは本当かね。本当に勲章が見つかったのか。本当にほんま、論より証拠よ。勲章をお返ししときますね。これはまさしく私の よくぞ無事に。感激に水を差すようで申し訳。探し物はそのなんとか勲章で間違いあります。なんとか勲章ではなく王権付き総欲馬大受賞だ。栄誉ある賜い者に対しそんな呼び方は無礼であるぞ。そんな長いの覚えられないってば。何か言ったかね。その勲章で間違いないんで。そういないぞ。これでどうにか最悪の事態は逃れたな。あとは事件の元凶たる不届き者を処罰すればこの一件は落着なのだが、時に犯人の目星はついているのだろうね。目星はバッチリですけど、残念ながら足取りの方はさっぱりで。なんだと？逮捕の見込みはないのか。すぐには無理だろう。犯人と目される人物は割と名の売れた盗賊だって話だからな。怪盗 B って名前をどこかで聞いたことはないかな。怪盗 B だと？あやつリベールに出没しておるのか。あ、やっぱりご存知？一時期は帝国の諸都市を荒らし回っておったのだ。あやつは我が帝国軍ですら捕まえられなかった男。今回は勲章が戻っただけでよしとしなければならんか。ええ、残念ですけど。バークレー書記官、はっ、あれは用意してあるかね。はっ、こちらに。逮捕まで至らなかったのは誠に遺憾ではあるが、あの怪盗 B が相手とあってはそれを責めることはできまい。諸君らは見事に勲章を発見し我が帝国の威信を保ってくれた。かかる多大な功績を鑑み、当エレボニア帝国大使館はここに鉄器功労賞を授与する。諸君、おめでとう。おめでとうございます。なんだ、いちいち大げさね。これがお国柄ってことかしら。これぞ帝国式だな。突然こんな栄誉を授けられ君が戸惑うのはよくわかる。何を隠そう、若かりし頃の私も初の受賞の時にはそうであったが、縮こまることはない。今回の働きは十分賞賛に値するものだ。受勲者の名に恥じぬ活躍を今後とも期待いたしておるからな。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。出直してきた。
ってやつだな。出直してきな。
相手が悪かったな。出直してきた。でもここにいるわけには、何とかして向かいを手配しないと。あ、見たところ王立学園の生徒らしいな。見合いから脱走したっていう。あら、あなた方は。で、よかったわよね。ええ、以前に王立学園でお会いいたしましたわよ。今日は皆さんお揃いで。一体。うん、ちょっと緊急の依頼があって。実はプラッセさんに協力。私に。さて、すごく簡単なことよ。私たちと一緒にボスに戻っ。あなたたち。さてはレーナの手先って。手先って、そんな悪の組織みたいな呼び方はやめてほしいわね。むさ苦しい大男が二人もいるからな。向こうから見ればそう映るかもしれん。おいおい、翔ちゃん、学校で習わなかったのか。俺たち遊撃士は中立的存在だ。誰の手先でも手羽先でもね。
もちろん存じていますわ。しかしそんな建前論に騙される私ではなくってよ。なんだかんだ言って最後には腕ずくで連れ戻す気なのでしょ。それはそっちの出方次第だ。そうされんのが嫌ならおとなしく言うことを聞けや。来ないで。それ以上近寄ったら大声を出しますからね。ちょっと落ち着いて。大丈夫よ、何もしないから。ったく、よくわめく娘っ子だな。アガットもちょっと待った。ねえフラッセさん聞いて、私たちはあなたを保護しに来たのよ。そりゃお見合いの話は納得できないとは思うけど。もちろん許せませんわ。でもね、私がそれ以上に許せないのは。どういうこと？私はあの者に裏切られましたの。もともと今回のボス来訪は観光目的のはずでしたのよ。よく立ち寄る街だけど旅行に来たことはなかったから。ですから今回の旅をすごく楽しみにしてましたの。それなのに来てみたらお見合いが待っていたのよ。レイナは初めから私を騙すつもりだったのですわ。なるほど、前々から何かと含みがあったわけね。でもそれならなおさら町に帰った方がよくはない？レイナさんに向き合って正直な気持ち。そんなこと、私もレイナとは顔を合わせたくないの。おい、いつまでこんな話に付き合ってやがる。もうちょい待って、これから揺さぶってみるから。ねえフラッセさん、どうしても町には戻ってくれないの？ええ、そのつもりはありません。レイナとお見合いがある限りボースには戻らない覚悟ですわ。そっか、はあ、まったく話。フラッセさんって臆病者ね。臆病者？あなた今臆病者とおっしゃいまして？うん、私のどこが臆病なのかしら、ご説明願いたいわね。だってさっきからいろいろと理由を聞かされてるけど、あなたって結局お見合いが怖いだけでしょ。怖くなどありません。ならさっさとボスに戻ったらいいじゃない。お見合いのことをレイナさんのせいにしたいみたいだけど。彼女だって何も好き好んであんなことしたわけじゃないでしょ。レイナさんの立場を考えてみたらそんなことすぐわかるはずよ。それはなのにあなたはそれを盾にお見合いから逃げ続けてる。人生の中には辛いことや理不尽なことがいっぱいあるのよ。嫌だからって逃げてちゃちっとも前に進まないじゃない。あなたがそんな弱虫だからレイナさんは嘘をついたのね。そんなこと、その通りでしたもん。だから私はレイナが許せないのよ。え？レイナはいつも私のことを褒めてくれるけど、結局こういう大事な時は私のことを信じてくれないのよ。本物の友達同士とはね。エステルさん、友達って私の言っていることに何か間違いでもある？ちょっと待った。そんなに興奮しないでよ。なるほど。こっちにもそれなりに言い分はあるってわけか。だが詰め寄る相手を間違ってるんじゃねえか。そうね、おっしゃる通りかもしれないわ。この怒りは
レーナのために取っておかないと。あれ？ってことは戻ってくれる気になった？ええ、胸の内を吐き出したら気持ちが軽くなりましたわ。とにかく町に戻るとしましょう。私がどれだけ傷、少しはすっとした。はい、いつか。お嬢様、よくぞご無事で。お待ちしておりました。レイナ、一つだけ断る。私まだあなたを許したわけでは。はい、しかしそのお話は5…そうしましょう。5分や10分ではとても語り尽くせないわ。ではお嬢様、宝石。かしこまりました。さあお嬢様、こちらでございます。それでは今日はいろいろとお手数をおかけしました。ううん、大したことないわ。それじゃしっかりね。ええ、それではまた。お疲れ様でございました。ご当主に代わり皆様のご尽力に感謝いたし、つまらないものですがどうぞ。あ、うん、ありがとう。まあ仕事の方はこれで一件落着だけど、レフランセさんとの関係がこじれちゃったかも。いえ、これもひとえに王女私たち。でもレイ、いえ、いずれフラセとは。はい、なんだかまだ一波乱ありそうね。うまく仲直りしてくれるといいんだけど。ま、私たちが手伝えるのはここまでよ。あとは本人たちに任せましょう。何か依頼を達成した。相手が悪かったわ。
出直してきた。勝利の美酒ってやつだな。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。美酒ってやつだな。
誰知らない。
出直してきた。
相手が悪かったな。
ほら、そっちはラベンヌ村だぞ。行くのは仕事が一段落したらって言っただろうが。そういえばそうだったわね。でもここまで来ちゃったんだし、ついでだ。ああ、問答無用だ。とっとと引けぞ。な、そんなに私たちに妹さん。いろ、ま、
だら知らないわね。勝利の美酒ってやつだな。相手が悪かったな。顔を洗って出直してきた。出直してきた。相手が悪かったな。
って出直してきた。